リュクサンブール美術館は、フランスパリロックにある美術館。1750年、リュクサンブール宮殿の東島内に設置された。当初は、ルーベンス、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロ、ベロネーゼ、ティツヤーノ、プッサン、バンダイク、レンブラントといった王室コレクションを展示していた。しかし、これらの作品は、ルーブル美術館に移管され、1818 18年、 リュクサンブール美術館は生存する芸術家のための美術館として指定された。ダビット、アングル、ドラクロワといった画家の作品が展示された。元老院がリュクサンブール宮殿と庭園の管理をすることになり、1884年から1886年にかけて現在の建物を建築した。1894年に亡くなったギュスターカユボットが、 印象派の仲間であるカミーユ・ユピサロ、エド・アル・マネ、ポール・セザンヌ、クロード・モネ、ピエール・オーギュストル・ノワールらの作品を政府に依存したとき、政府側は受け取りに難色を示し、議論を読んだが、最終的に受け入れられたコレクションは、リュク・サンブルール美術館に展示された。これらは、現在は、オルセイ美術館に移っている。1937年、国立近現代美術館が建設されると、 リュクサンブール美術館は閉館した。1979年、再び公開され、文化省がフランスの地域の遺産や各州の美術館のコレクションを取り上げた展覧会に使用した。2000年、元老院が再びリュクサンブール美術館の管理を行うこととなった。以後、ボッティチェッリ、ラファエロ、ティツィアーノ、ジュゼッペアルジンボルド、ベロネーゼ、ポール・ゴーギャン、 アンディ・マティス、モーリスド、ブラマンク、アメデオモディリアーニといった画家の名品を取り上げた展覧会を企画してきた。2010年、元老院はリュクサンブルール美術館の運営を国立美術館協会に委託した。毎年40件近くの美術展を企画、開催している。ありがとうございます。